はじめまして、飯田俊也と申します。普段は音楽活動をメインにいろんなことに挑戦させていただいております。最近はワンピースカードにハマっております。大会とかバンバン出まくってます。ちなみにですね、最近、コナンのカードゲームが出ましたので、ちょっと挑戦したいなと思ってます。転生系とかナロー系のアニメが好きで現実逃避してます。もしよければ、一票投票していただければありがたいと思っております。応援のほどお願いいたします。ではよろしくお願いします。皆さん、こんばんは。あなたの血を僕にくれませんか？家畜吸血鬼の黒野ルカです。人生に遅いことはない。家畜をしながら、夢である声優、そして歌手になるために、日々、奮闘してる吸血鬼です。普段は歌枠、歌ってみた投稿や、ゲーム配信、ギターやセリフ、いろんなことに挑戦してます。普段はおちゃらけてるけど、決めるときは決める。そんなギャップに魅了されてって、いろんな声で見せる僕を押していきませんか？こんばんは、アスカイフルのリーです。6月22日、渋谷ザゲームで、新曲のリリースパーティーをやります。でその新曲の一部をご覧ください。 This is Poison Love. Enjoy. A lost in silhouette goes back and forth into my mind. This empty feeling is a luxury I can't deny. Everything falls into pieces. I'm inside and it's so cold.皆さん、こんにちは。大滝純平と申します。このコロナ禍の2020年春の、コロナ禍以降ですね、実はとイラストレーターとして活動しております。去年の春、2023年春に、友人のシンガーソングライターの、メジャーサイドデビューシングルのジャケットを描かせてもらいまして、それでイラストレーターとして公式デビューいたしました。そしてこの春、その曲のリリース1周年となるので、その曲の、MV ミュージックビデオも僕が、作らせていただきました。まだまだ、少しずつ、こうやって活動の幅を広げているところでございます。はじめまして、アコと申します。私はコロナ禍をきっかけに音楽活動を始めました。今まで周りの理解がなく諦めていましたが、いざ始めてみることで可能性が少しはあったのかなと実感しております。一度きりの人生だから、やりたいことに挑戦しないともったいないと思って今は活動しております。普段はTikTok ライブを配信しております。それから 1,2 ヶ月に1回ぐらい定期的にライブ出演をして、私が作った曲を皆さんに聴いてもらっています。将来の夢は、私が作った曲がみんなの知ってる歌になることです。どうぞ応援よろしくお願いいたします。